こんばんは、ゆっくりマリサだぜ。ゆっくり霊夢よ。今日は新環境になった DDD で遊んでいくぜ。その前に何か言うことがあるでしょ。はい、実は3週間ぶりの DDD です。よろしい。なんか新環境になると聞いてから今やっても仕方ないだろうと思いめっちゃサボってました。てか私が悪者に仕立て上げてるけどお前もやってないってことだぜ。さあどんな風に変わったのか楽しみね。自覚はあったのか。そんでもって、今回のパークはこんな感じだぜ。というか今後はこれが私のスタンダードになりそうだ。また随分と構成が変わったわね。散々世話になったゴロタイとデッカがクビになるとは。でもセルフケアは健在ね。あすまん説明は後だ。第一村人は健在じゃなくていいのよ。つかやばくね、いたここしかないからこっち逃げてきたわ。そして早くも垣間見える病気の予感。危なかった。これ早速パークが役に立ってくれたわ。なんか血の恩恵ある。もしかして打開策のことかい。そう、デッパが激ムズになった今、打開策がいいのではないかとなっている。確かに負傷ブースト延長はかなりありがたいわね。それだけじゃない、新環境でキラーは殴った後のクールタイムが減少し、サバイバーは負傷ブーストが短くなった。要するに、負傷した後の距離が前より短くなったからチェイスがサバイバー不利ってことね。そう考えるとヒローパークは打開策が安泰かもね。だが、今ヒローパークはデッパかこれかでまだ迷ってる。新しいデッパってどんな効果だっけ？ボタンを押すと 0.5 秒だけ我慢ステータスを得る。ターン。だいぶ難しいことになったわね。前は攻撃回避圏距離稼ぎだったんだが、後者は完全になくなったな。でも迷ってるってことは、使えなくはないんだ。ハマるとチェイスめっちゃ時間稼げるし。ただ、いかんせんまだタイミングがつかめないって状況だ。今までの使い方じゃダメってことね。何回か使ってわかったのは、板目の前での読み合いで使うと成功しやすい。例えばだ、板苦してる時にギリギリ間に合わず倒されるか相打ちなんて時あるだろ。よくある現象ね。ああいう時にデッパ打つと成功しやすい。なるほど、板倒しの読み合いがさらに強くなるパターンか。でもそうなるとなんかサバイバー強そうな気がするけど。上手い人が使うと相変わらずすごく厄介だ。ちなみに裏で少しキラーやってみたんだがな。その場面になった時結構きつかったわ。私がまだ対応しきれてないってのもあるかもしれないが。こりゃあまだデッパ使う人はいそうな気がするわね。少なくとも前よりかなり難しくなったのは確かだな。今の私がそれなので、打開策の方が安全と判断した。ワンパンを除いて必ず発動するってのがいい点よね。だから気楽にやるなら打開策、本気でやるならデッパって感じで使い分けようかと思ってる。なるほど、今後に期待ね。さて話してたら一人ダウン1台ついたな。そういえば、発電時間も10秒伸びたって聞いたけど、どうよ。うん、やっぱり体感でもわかる。きついわ。やっぱり10秒ってかなり違うのね。これはおそらくキラーをやればわかると思うぞ。あっという間に通電ってのはなくなったと思う。これは私もキラー早くやらないと。さて、これで2台ついたな。そうだ、セルフケアの説明もしないとな。あ、そうそう、まだ現役なんだって思った。いや、残念ながら使い物にならない。え、でも持ってきてるじゃん。単体ならな。あ、そういうことか。植物学の知識を合わせないとマジできつくなった。なるほど、そのために今回持ってきたのね。地味に植物学強化されたしね。だけどそうまでしてセルフケア使うのね。ちなみに、セルフケアなしで試合してみたがやっぱりこれないだけでかなりきついな。いくら弱体化されても自己治療できるとできないじゃ難易度大きく変わるもんね。2パーク最低でも持ってくる必要はあると判断した。そして最後のパークは、あ、これ、ストライクとボロタイだよ。シンプルな説明で全て納得したわ。オフレコに関してはもう必須級だと思うわ。トンネル対策がこれになってくるからな。救助されたら80秒我慢ステータスのうめき声消えるんだっけ。その通りだ。壊れじゃね。私もそう思ったんだが、ガチトンネルされたら結局かなりきついなって思った。ああ、チェイスきつくなったもんね。だからこそせめてオフレコつけて時間稼いだ方がいいと思う。あ、ごめんところでめっちゃ無視してたけどあのケイトドキャンされてます。今さらかよ。今回話に夢中になりすぎたわ。よしならばひたすらこの発電機を直しておとりになろう。帰るようならまた直しに行くのみ。この一瞬の隙に救助できたらかなり大きいわね。これ本当に限界まで引きつけてもいいかも。これでもまだ引き返すか。いやこれ救助成功してるな。うまく連携ができたわね。しかしまだ狙うようならオフレコの出番だ。ええ。あのケイトさんオフレコ持ってるの？知らん。おい。100秒後、通電でございます。え、その間ずっとチェイスしてたのあの人？オフレコ持ってるやいなや、これは死確定だったな。あのケイトさんの働きに、脱帽。一方その頃、このケイトは？なんだよ。別に、逆に怖いわ。よし、今度はデッパにしてみるわ。さて、あんたに使いこなせるのかしらね。あれなんか霊障発動したな。バカ。
か。至ってシンプルな悪口だ。はいはい、私が壊しましたよ。さあ来いレイス、私が被害者となろう。まあなんとなく霊障な気はしてたけどな。昔の癖で呪いのトーテムがあると壊したくなるのさ。そうか、今破滅つけてる人だいぶ減ったのか。じゃあなおさら壊したのバカじゃん。まあ別にいいだろう、壊した人が被害に遭うから自業自得だ。なんでこうも潔いんだ貴様。残り30秒といったところか、これは小屋板使わざるを得ないかもな。ちょっと遅れまして超えますよっと。今ので相手困惑してたわね。そのチャンスを無駄にするまんじゅう。まんじゅうはお前もだ。あ、これまさか。やっぱり影前持ちか。失敗した、これなら板越えループすればよかった。二窓か、レース相手にやりたくないところだ。ほーらこのざまだよ。道を塞がれて透明化解除でチェックメイト。だがもう被害者がこれ以上増えることはないだろう。けどね、小屋板こんなに早くなくした罪は重いわよ。それに関してはな。すみませんでした。許しませんかもしれません。3週間のブランクがマジで出てるわね。それにしてもまだ私はデッパも披露してないじゃん。というかろくなチェイスしてない。私に味方はいないのか。あれこれもがききれないか。はい、これで小屋板焼却剤はなくなりました。いやそれは無理だろ。デッパが見せれてないと言ったな。これからお見せするとしよう。まずはあの木バスデータグルをしよう。やってもうねえわ。お前もう生きるのをやめよう。生きる、生きる、どっちなんだい。どっちもに決まってんだろ。ですよねえ。あ、ここだ、ここで使う時だ。うお、成功した。窓越えはかなり難しいが今回は成功したぞ。新デッパはこのような使い方が有効だ。以前だったらあのタイミングで発動しても無駄になること多かったわね。さすがにここは板あるだろ。よし、ここは普通にチェイスをしよう。ふむ、武器を振ると思ったぜ。ステイン隠しもしっかりしてくるタイプだ。お、諦めたな。ようやく挽回したか。いや待て、諦めただと。な、なに、喜ばしいことじゃん。だといいんだが、嫌な予感しかしない。嫌な予感ばかりが的中するわ。何があったの？発電機固める動きに徹してきた。あらま、でも4人いるから時間かかるけどなんとかなるでしょ。いいや、現環境はそうはいかない。海の呼び声、オーバーチャージ、イラクション。この3つがあったとしよう。直すのはほぼ不可能だ。そんなに。ああ、この動画撮る前に何度かそれやられたが全部全滅になった。マジか。おばちゃあるか。ふう、ないのはマジで助かるわ。おそらく一番壊れてるのはおばちゃだな。これがマジで遅延パーク最強だ。ああ、そういえば既存に加えてだんだん交代速度速くなるって書いてあったわね。これがマジでエグい、毎回蹴られると激ヤバスキルチェック来るし。おまけにイラクションも一緒に持ってこられたら終わりだわ。地味にイラクションも強化入ってるし、確かにヤバそう。だが今回はおばちゃないからワンチャンいけるかもな。あ、誰か地雷爆破持ってきてる。てか最近地雷爆破持ってきてる人増えたな。やはり破滅が泣き負けることが多いから効果あるのかな。どうなんだろうな、だが少なくとも私は持っていける余裕がなさそうだ。そんなことよりも、この状況打開できないとマジで全滅の可能性が出てきた。よしよし、あと少しで治りそうだ。そが。うっわ、確かにこれイラクション強いわ。あと少しで治るのを妨害できるのマジでやばい。地味に行動負荷が長いんだよな。ザリーナ救助して戻ってきた。なんだこの火花の飛び散り、イタチか、共鳴か。とりあえず言えることはこんなに戻ってるのかよ。これ、突破できるか。早くも諦めモード。温度や気合で直したったわい。お疲れ。通電がこんなにも苦労するとはね。マジできつかったぜ。毎回こんな思いでやらないといけないのか。結局今回もオフレコ発動できなかったわ。でももし今から釣られたら発動するでしょ。あ、残念ながら通電すると発動しない。だからこそ今見つかるのは非常にまずいってことだ。つまりあれだ、今あんたが持ってる右のパークはゴミとかしたのか。それよりもこれを見てくれ、負傷ブーストの遅さ。ああ、確かに遅くなったなって感じね。え、ちょっと待って、もうそんな距離にいるの。な、えぐいだろ。よかった、ここにまだ板があった。やばい、やっぱりそうなるよな。え、なんか普通にあんたでっぱ使いこなしてない。今回は全部たまたまうまくいっただけ。本来なら決まらないことが多い。いや、えぐい、マジで距離離せない。ここに地下室あったから攻め離れよう。お、ドワイト、防衛に来たのか。いい肉壁だ、恩に切るぜ。でもこれでも。ああ、多分かなり近いところにいるな。近いどころかが近い距離やんけ。さすがにこれはブロックするのは難しいよな。ああ、これはダメだ。ありがとうザリーナ、ナイストライだ。だがまあこれで救助されれば問題ないはずだ。そうか、デフォルトで5秒ボロタイついてるもんね。サンキューザリーナ、これで逃げれるぞ。あれなんか我慢の時間が長いな。そうか、この人ボロタイを持ってきたのか。あ、新ボロタイは効果が延長されるのね。とにかくこれで全員脱出だ。お疲れ様。いやはや、いろいろ変わってて適応するのが大変になるぞ。そこがまた面白いところよ。
しばらくは勉強しないとな。では今日はこの辺で。ゆっくりしていってね。